お、いいね。暑いね。録画はできてね。シュッ。やべ、閉じちゃった。やべやべやべ、こっちも閉じとくか。初手切るのたけちゃん。やばい、エイム悪い。ウェポン意外と気づかれないな。あーやばい、2人もやられてんのね。3キル。一応見つけたのがボスナさんで、ボスナさんで、で、ストレージの、死体、あの死体じゃないや、捨てるとこ、ゴミ捨て場、ゴミ捨て了解のところで死んでました。なるほど。やばい、終わっちゃった。でもそれ以外は知らないです。結構キンキンまでコラさんと俺いたよな。あ、パッテニーはチラチラ見えてたわ。ね。うん。ゴミ捨て場にその時あったのか、もうすでに。あ、もうだいぶね、もう本当下行かないと俺も報告なんなかったから、多分ね、ストレージの下回りとか通ってるだけだと気づかないぐらいのレベルかも。あー、じゃあ見えてないか。俺はファティニはそこを通ってきたんだね。そう、コーダさんと途中までストレージ一緒にいて、でメルトダウンが鳴ったから、あー、じゃあ行こうと思って、うん、行ってって感じ。そしたら千早さんと嫁さんがすでにいて、あー、いたんだぐらいで死体発見だね。なるほどね。なるほどね。うん。まあ、下に行ったってこと？そのリアクター出てから。いやもうリアクター出てすぐぐらいに死体発見だから。どこで？下？上？俺？うん。扉閉まったでしょ、リアクターのところ。わかんないわかんない。千早さん先下行ったじゃん。うん、ロワーで閉じ込められた。そうで、その時に俺も監視カメラのところかなで閉じ込められてたから。ほうほうほう。わかんない、上行ったもんな。これ結構やばいね。うん、やば、あ、やべ、スキップを脳死で押しちゃったけど、これやばくないですか。いやいや、大丈夫大丈夫、スキップでいいと思う。はい、あと4回ぐらいボタン使わないと。ハードな仕様が多いね。何もしてこなかったね。確かに、俺絶対やってくると思ってリアクターダッシュしてるんだな。俺もちょっとリアクターダッシュ組。御曹司さんは？御曹司さん。そうそう、そこら辺。ああ、うん。なるほどね。潜伏してたんか。いろんなところでタスクやってましたけどね。うん、うん、誰か一緒にいたとかはないの？アドミンのダウンロードかアップロードのとこで高田さんを見た。グリーンカッツくんとアドミンですれ違う、リアクター鳴ってるタイミングでカッツくんと一緒にアドミンにいた。でリアクターに向かう頃に高田さんがアドミンでアップロードダウンロードしてた。でそっちストレージ上回りでエレクトリカルの辺でブーかな。位置的にはかなり怪しいかもね。確かに。あ、アドミンらへんだもんな。アドミンストレージエレクトリカルらへんだね、なるときは。そう。得？怪しいな、ドイツさん。まあでも、コーダさんも結構近いっちゃ近い位置だからな。いや、そうよ。だから全然、ねえ。うん。そう、俺はストレージでコーダさんとはぐれたから、そっからの行動がね、俺は把握してないから。うんうんうん。怪しいな、コーダさん。そうよな。チャさんの話聞いてないんだよな、まだ。うん、そうね。俺は普通に最終位置だけで言うとナビゲーションだけれども、俺カフェの方にしばらくいたかな。カフェにいて、
でちょっとタスクダウンロードが長くて、でそこから普通にまっすぐナビまで行ったっていうところで時間来ちゃったって感じかな。なるほど、うん、特にその間誰かとすれ違ったかって、ああその結構前に、ファテニーと甲田さんとあと誰かとエレクトリカルにはいた。そこまではみんなと一緒にいたかな。そうね、うん、いたいたいた気がする。いたはいた、うんうんいやー話足りないですね。おしくはおしくどんどん行こうどんどん行こう。すごい綺麗にみんな綺麗にみんな三角が。あざっす。はい、ありがとうございます。え、結局タケちゃんとポル君はどこにいたんは分かんないのか。まあ右側なんじゃないかなと思うけど。右側、右側ってなるとチャーさんの情報が欲しくなるけど、うん、右側でしん、まあそのシールドの方までは行ってないから何とも言えないけれども、そうだね。であともう一つ言うと O2 の中にも入ってないから、 O2 っていうかあのゴミ捨てのところ O2 か、はい、そうだから俺が見逃してるところだとしたらそこの O2 の角とかにあるのかなっていうのと、まあ言うてでも、うん、ナビゲーションの方にはなかったですとしか言えないかな、うんうん、他右行ってる人いなかったのか。そういないんだよね今回。結構真ん中から左に集まってた感ある、うん、普通に考えて、うーん、うーん、もうちょっと出してくれよなんか。一応みんなの話が聞けてないので、カフェテリア右上とかがワンチャンありそうかなって今は考えている。あカフェもあんまり、初動右上、うん、死体が見つかりづらくてみんなの行動履歴的にないくてって考えると右上あたりが妥当かなって今考えてる。ってなるとでも開幕、やっぱり俺そこでタスクやってたよ。初動チャーさんそこだったんだ。開幕ではね、だけどその時にすでにないっていうことは、そっか、うん、ダウンロードやってるって言ってたんだっけさっき。そうそうそう。あ、そうか。でもリアクターなってる時にまあ千早さんとよみさんは最速ぐらいでいたから、まあ行けてないよね、うん、右側は。え、まだ話す？話す。話すか。はい。話す。ああ、話すとしても何を？そう、何を話す？分からんのよ、うん、俺。今回考察が非常に伸ばしづらくて、俺あの左側にいたからヨミさんとファテにしか見てないわけよ、最終的に。そうだね、うん、はいはいはい、はい、だから右の情報とか真ん中の情報とかが欲しい。ヨミさんとフェイツさんと千早さんが左にいたんだよね、うん、まあ本当最後ね、途中までは甲田さんと真ん中あたりでずっと一緒にいた、この辺に死体、左側の辺は死体はあまりなかった感じ。アッパーリアクター、ロアはない。うん、そうすると、セキュメッド、エレクトリカルのあたりだよね。でも、エレクトリカルは俺が入ってるからないから、セキュメッドベあたりにないんだったら、あと2体は右に。セキュも、俺ね、多分ないと思う。うん。うん、そうすると、まあ、こんだけないんだったら、右にある可能性が高くて、で、ね、話の感じだと、やっぱチャーさんあたりを釣っとかないと、俺らはやばいかなっていう考えです。うん、そうだね、アドとエレクトリカルの辺でコーダかつ御曹司がいるんで、あと浮いてるのがチャーさんなんで、そうだね、疑われる要素としてただただ右にいただけっていうところであれよね、今想像でしかないんよね。で俺は心配を言えるところがねえんだよな、まあ、結構前にファテニーとコーダさんといたのがだいぶ前だし、エレクトリカルのところやんね。うん、うん、だからね、何とも言えなくて、まあ俺的に本当に
うん、そうだな、国ねえんだよなアリバイもな。まあ俺の話で言うと兄貴がだいぶボタンまた使わせたがってんじゃねえのっていうところもある、うん、まあまあでも正直あるよ。3キル起きた時のボタンの消費なんて気にしてらんない正直俺は。おおかっこいい。なんかここでもう4つ5つ使うぐらいの気持ちで話し合わなくてどうするんだと逆に問いたい。千葉さんに、おい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 、もう一回行こうよ。えー、いいのみんな。じゃあ私押します。まああれなんだけどね、このラインなんだけどね。おう、同時。お、ナイス。へえ、はい。分からん。ここで一人釣ろうね。釣ろう、そろそろもう。そうね。釣ろう。うん、それは釣ろう。まあでも、うん、釣るならチャーさんなんじゃない？釣るなら俺なんだよな、多分な。ヤミさんとゾウシとコーダさんに聞きたいんだけど、うん、7人盤面の隠しはあるの？もうチャーさんで。ない。いや隠しはあるわけじゃないけど。ボタンもこんだけ使わされてて、タスクもそんなに進んでないんだったら、まあ確かに意味ない。あんまりタスクたちが見込めない展開じゃないこれだって。そうだね、タスクも終わらせれてないし、このままで多くの人がボタン使っちゃってるんだから。行く気ないか。から決めるか。じゃあこんだけボタン、こんだけボタン使って誰も釣らないっていうのはちょっと。そうそう、誰も釣らないのはまあいいとしても、うん、ここで俺以外、あやさん的に誰怪しめに見てる？まあ、とりあえず今釣りたがってるっていう場面だけで言うと同志なんだけれども、俺はどっちかというとちはやさんがボタンを消費させてたらジャプンと、うん、まあでも確かにそれ言われたらな、まあね、うん、それもある。それも、うん、でもここミスれないよ。そうなんよ、そこないよ。そうなんだよね。だって、釣ろうって言ってるみんなでさえさ、怪しい位置なんだぜ。そう、うん、下がいないのよ。だから、このまま釣らないで、そのまま進めるっていうのは、さらに危ないの。危ない、危ない。まだ次の、そうな？俺、次のキル見ての方がまだ詰めれるんじゃないかって思うけど。いや、俺もそう思うのよ。ニキル PP じゃないの、これ。ニキル、うん。うん、確実にニキル起こるし、一人食われたら終わりだよ、もう。だって。いやー、これはもうボタンないからね、レポートないよ、これ。これはもう自分の方針の次第でしょ。的な、うん。守れないんだろうな。だから、信じてくれた。鬼もいらさん。なるほど。ボタンはとりあえずやめようじゃん。うん。てか、もう無理か。チャーさんが疑われてること考えるとレポート発見はしにくいよな。ナイス、死体報告ナイス。うわ素晴らしい。熱い熱い。うん、えたんめぬ、でどこだ、アッパーエンジンのちょっと下ら辺に、御曹司さんの死体があって、アッパー下、はい、で誰そっち向かって誰か向かってったよな、誰だっけ。俺の記憶が助けば増子とチャーさんと千早とコーダさんで左に行こうとして、俺とコーダさんはエレクトリカの方にカフェ側から向かってるからきついと思う今回。そう、イエスイエスイエス、その通りです。そうですね、俺確かに増子と最初初動はいたよ、でその後すぐ停電来たでしょうよ。はいはい、来た、うん、でそのタイミングで、俺は左側に行った、で俺よりも早く増子が行ったんだけれども、多分ね増子のこと俺抜かしたんよ途中で、うん、でそっから俺エレクトリカルに向かってる途中で切れて停電が、うんうん、でそのまま、ロアエンジンのタスクやって、でそこからエレクトリカルに入ろうと思ったらパテニーと合流したっていう感じかな。うん、うん、合流した、うん、うん、そうで、タスクが、エレクトリカル方面にはないっていうことに気づいて戻ってたら俺ら閉じ込められたよね一回ね。そうね、そう
あれ閉じ込められた時一緒にいたのヨミさんだけどな、うん、そこの話じゃねえ、ごめん。俺とファテニーが閉じ込められた場面はセキュリティのところだね。ああセキュリティなんだ。うん、でキルされるのかなって思ってて扉が開いたらバーンです。えでもここつんないとまずいっすよ、うん、今回ヨミさんとカッツも違うと思うから、チャーさんだと思う。それ俺チャーさんだと思う。俺だと思うけどあボタンないんだよ、俺しかボタンなかったんだよもうみんな。えマジ、いや大丈夫、俺まだコーダありますボタン。カッツも残ってるよね。カッツもあります。カッツもあります。結構あるか。いやとは言ったもののだな、これ。初動3キル引っかんじゃったんだけどな。当てにいたんだな。おナイス。ごめんねごめんね、はい、ナイスでよかった。今さ、遅かった理由はどんな感じだったの、そっちの状況リアクター。俺が最速でずっと一人でやっててでその後にチハヤさんとかヨミさんとか来たかな。結局最終、うんうん、最終的に直したのはファテニーが上、俺も遅れて上、ヨミさんが下かな。であじゃあ遅くなっただけか、本当に到着が。千早さん待ってたよね。待ってたね。ファテニーが上にいると分からず、私も知らなかった。ずっと待ってて、で、ね、あよみさん来たらなんとかなったかなって思ったで、ね、上に行ったらファテニーいるんかいって一人で言ってた。ああなるほどね。うん。ああそういうことか。すまんすまん。そんな感じか。うん。オッケーオッケー。高田さんってさリアクター来てた？いや行けてないのよそれが。ナビゲーションでタスクやっちゃってた。この時、うんうん、だから予備さんが多分ナビゲーションとすれ違って、うん、でそのままタスクやってたって感じかな。うん、それはまずいまずいと思って。カツくんは？俺はずっとカフェテリアのボタンの前にいて、なんかいつでもなんかあった時に押してるようにずっと待機してました。わかんねえ。わかんねえけどこれ連れてるわ。うん、連れてるな確かに。連れてる連れてる連れてる。これはそうだわ。うん。カツくんにお願いしたいのは、うん、はい、逆走はしないで。え？リアクターだってる時にカフェテリアから右行こうとしたでしょ、ウェポン。あー、あれそうですね。うろちょろしてましたね。たるよー。懸案事故が増えるから。確かに。シンプルに、リアクターの方に行くか、動かないかでお願いします。申し訳ない。オッケーオッケー。ごめんなさい。ほんとすいません。じゃあ、スキップでいいっすね。はい。オッケー。よっしゃ。あと一郎、どこだ？どこだ、どこだ。兄貴でしょ。俺疑われてんの？みんないい顔してんな。ぽっち。こっから切る難しいな。しゅっぽ。たっくんちょ。行くしかないね。それで閉じてるか。死体を見つけました。はいはい。死体シールドにありました。ほんまに？今ちょっと待って。んそのシールド発見前にファテニーが、うん、ナビゲーション側から来て、はいはい、死体スルーして左なんだけど、うん、はい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 、うん、でも反応的にはなんとなく白いかなとは読んでて。あった。あ、そうなの？うん。
え、あの一応情報残すとリアクター方面で、え、リアクターになった時に俺はロアエンジン側から言ってるんだけど、ストレージにカッツくんも残していってんのよ。ストレージで閉じ込められてて。ああはい、一緒に閉じ込められてましたね、うん、ね、はい、で俺はリアクター行ってファティニーとコーラさんと合流してんのね。であもうそれぐらい前の話か、それぐらい前にキルされた可能性があるのか。あごめんごめん、はい、そうな、いや分からん。だとしてもカッツくん追ってファテニーもまあ同列くらいで追ってはいるけど、今の死体スルーだけはちょっとえってなってる俺は。えファテニーじゃないの、違うの。えいやん、えだってさカッツくんと兄貴が一緒に行動してたのはセキュリティで見てたのよ最後らへん。いや分からん、俺が見逃してるかな死体あるのに。え俺完全に俺パテニーな気がするんだけど、俺がもし 見逃してないんだったらもう千早さんが速攻食ってレポートやけど、ヨミさんがシールドにいたことすら分かんねえ、分かんないんだよ。危ねえ。コーダさん押せますよ、残ってるよね。押せます。コーダさん使ったはずです多分。あ今使った。それで決めよう。くーひりつく展開だね。いやこれ無茶キルしなくていいと思うけどな。オッケー頑張りましょう。あダメだって。ちょっと聞こえたな。ん今ヨミさんのテアーが聞こえた。いやはい、まず俺ファテニーを説得したくて、うん、俺ファテニーと直前ですれ違ってるじゃない。ああでその状態でセルフレポートはさすがに草じゃね、沼じゃない。そうなんや、そうなんやね。普通に考えて、俺もさすがにそれ普通に考えたらせんやろなと思ってて、じゃあそれだけは残しとくね。うん、うん、今回で決めなきゃいけないと思うボタン。でも千早から犯人千早さんっていう線はないんですか。万が一でもカッツくんは千早さんの後ろについてってるでしょ。いやその前に千早さんどこから来たのかなっていうの聞いて、一緒のところ、あえ千早さんってどっから来ましたっけ自分に会うとき。俺は、コミュニケーション前通路を通ってるよ。コミュニケーション前通路、うん、それってアッパーから来た感じですか。コミュニケーション前通路だから、ナビゲーションとかシールドとかそっち方面。はい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 、俺は右側から来て左に流れたの。そっから俺と合流したって感じ。また戻ったってこと。その後リアクター直しに行ったっしょ。ええ、うん、でその後ロアエンジンを取ってシール、ストレージアドミンの情報を見てシールド一怪しいな発見報告。これいいの、俺に時間取ってよかったの今。どうすんの。いやでもなんか反応的になんかフェイトさんは白っぽいな気がするんですよね。完全ほぼ完全ですけど。ちょっと待って、カツくんかコーダさんだと思ってる。あじゃあカツくんかパーティニーだと思ってる。最後監視カメラ見てたの俺だよ。監視カメラごめんコーダさんじゃない。だからその前にカツくんとパテニーだと思ってる。ああどっちか。俺じゃない俺じゃない。じゃあ言っちゃいますね。わかんねえ。これ決めないといけない。いやちょっと。あいやーどうな。いや俺入れんかったけどわからん。うわー負けたー。くー負けたー。マジかー。はあ、あとちょっとだった。はい。やった。迷った最後。じゃあ。兄貴言うときゃよかった。じゃあさんごめんな。ああごめんよ。身内切りしてごめんな。許してくれ。よかったよね。すまね。怖いよ。本当に？あマジで最後の最後でわからんかった。最後迷ってフェイトさんに入れちゃった結局俺。
いや俺じゃないんよ。いや俺がね気づかんかったの。シエルタネしたあったの。なんかそうリアクション的にそうだな。ガガガガガガ騙されすぎた。やばどうしよう。アテニーがスルーした。迷った。ここで出なかった。あタケちゃん、なんでもう一回言って。アテニーがスルーした後速攻で詰めに行くんかなと思ってアテニーを。うん。そうでもなかったんだね。釣る流れにするのかと思ったけど。より新芽取ろうと思って村側の。ああ。なるほど。うん。うわぁ怖い今ちょっと体がでもあそこで多分千早さんから攻められてたら多分終わってたと思うけどな。だからこの人は絶対俺に言ってたって、うん、あより万全を期したというか結果的に良かったけど。そう、うわすごいね。いやでも怖いよこの人。内心焦って俺が90秒くらい喋っちゃったじゃん最後の会議。あやばいやばいやばいと思ってたここの中で。あそうなんだ。もっと押しときゃよかった千早さんだ。いや逆にあれだけ喋るからもう白絶対白なんだろうなって思ってたもん。マジか。うわ怖いよ怖い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 よこのオレンジの角。千早さんちゃんと敵は取ったぞ。ありがとう。ごめんなごめんなマジで。よかったなあれマジでだね、うん、めちゃくちゃ苦しかった。あ心臓に悪い。気づけなかったパテニーがかわいそう。いやほんまに気づかんかったわ。すまんパテニーもごめんな。いやー